はい、どうも、ショイティビでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は何でしょうか。スライダーを皆さんに教えます。マジっすか。翔平さんがね。大丈夫っすか。いや、翔平さんがね。あ、そう、うん、これ久々にもう3ヶ月ぶりぐらいに投げたんですけど、はいはいはい、ピッチングしたんですけど、まあ久しぶりにしては曲がったかなと。曲がりましたね。ちょっと抜けもあったけど、逆にそれもちょっとこうインセラっぽくて、うん、ちゃんと引っかかったやつはもうストーンと落ちて。そうですね、僕も受けてて、ストーンと落ちてというか、はい、曲がって落ちてるみたいな。多分すごいこう久しぶりに俺も投げてって気持ちよかった。そうですね、久しぶりに取ったら後ろ反らしましたからね。あれ、ことも分かったっけと思って。そうなんですよ。リハビリ中なんですけど、この間軽く投げれたんで、またね、鬼スラをね、動画で、はい、伝授したいなと思います、皆さんに。はい。で、特産 TV の兄貴がさ、本出したじゃないですか、ピッチングの本。うん、うん。たまたま昨日本屋行ったらその本あったんですよ。はい、はい。見てたら、全部こう、スライダーはこういう握り、ツーシームはこういう握り、カットボールはこういう握りってこう詳しくやってたんですよ、うん、けどやっぱりもうあれはもう兄貴の握りなんで、まあ、いろんな人の握りがあってもいいと思うんですよ。はいはいはい。まあ、そこでまあ僕の握りもあっていいのもいいっしょみたいな。今回はスライダーの方で、はい、出していきたいと思います。はい。スライダーの握りを俺3つぐらいあるんですけど、おー、まあ全部出してもいいけど、いつもの鬼スラにでいいかな。僕が教わったやつで。そうですね。多分今まで最高視聴回数の20万再生ぐらいってるあれをやっていこうかなと、はい、あの時もね3種類あります。結局それだけなんですよ。今年中には残りの2種類出さなきゃなと思ってるんですけど、縦とあとカット気味で法則系のやつ、ね、そうカット系ですね。今日はもう鬼スラの方握りをまずしていきたいんですけど、まずはい、縫い目があります。俺はここの丸いところに指をこの指のこの内側を縫い目の内側にかけます。こっち側けんじゃなくてこっち側、この中指側かけます。俺はね、中指はあまり気にしないけど自然とこっち側の縫い目にちょっと添えるぐらいなってる感じです。で、一番重要なのが親指。みんなのスライダーとかストレートは多分みんなこう親指がこう下に行ってると思うんですよね。けど僕の場合は横にします。横に横にした状態で投げるときにこういうイメージ、こういうイメージ、この人差し指と中指を相手に見せるみたいな。見せる。こうだったら曲げらんないですよね。曲げらんないんで、俺こうしてこういう風に投げていく。まあその映像が多分今流れてると思うんですけど、はいはい、その投げ方でいくとそういう曲がりなります、うん、はい。あとはもう力の加減だけ、本当に力の加減だけで、まあ、もちろん指先の押し込みは一緒なんですけど、腕の振りだけ変えるとそれぞれこう変化が変わってくる、うん、思いっきり投げるとなんか真横にグワー曲がることもあるし、ちょっと抜くと曲がりつつこう落ちていくのがあります。それはまあ使い分けていろいろやったり、あとはまあコツとして曲げるコツは、僕ちょっとスリークなんで、曲がるのはまあ当然なんですけど、ここまで曲がるかっていうぐらい曲がってると思うんですよ、実際。まあ曲がんない人も実際この握りでいるんですよ。で、練習会で結構教えても曲がんない子は曲がんなくて、コツとしてはやっぱりリリースポイントを前で離すっていうのがすごい大事で、結構みんなさこの辺で離してるわけですよ。この辺で離すわけよ。これだと曲がんないですよ。もうギリギリまで、まあ、向こうで行くとこう投げるじゃないですか。もうこれ結構前、本当に前の方で投げるイメージ、プラス例えばこの投げる線があったとしたら、ここでいいや、こう線があったとしたらベースがあって、ベースのここと同じ線の位置で離すみたいなイメージをしながら投げてます。で、自分がどれぐらい曲がるかっていうのをこう、まあ、理解した上で、自分がこのぐらい曲がるんだったらこのぐらいの線で離すとこのぐらいに到達するなっていうのを頭でこう考えながら、例えばインスラ投げたかったらちょっと早めに離すとちょうどいいところに行く。で、アウトコースのビタビタにしてんだったら、右バッターでいうインコースのベースのちょっと内寄りぐらいのところで離すとか、こう結構細かく俺イメージしながらやってて、完全に打たれたくないっていうボール、ストライクからボールに投げたいと思ったらベースの真ん中で目がけてその線で離すイメージで投げるように考えてます。まあ普通にもうここからこう、もうこの方に持って親指横にして、もう親指横にすると自然とこの縫い目にかかるんで、まあここに添えてる感じ、ここでグワンとこう投げてます、まあ、薬指も大事なのかな。薬指もこうしまわないんですよ、俺あんましまわずに横に自然に、まあイメージとしてはまあこういう感じ、まあ、ここで多分グッと持って、でここで親指これ添えて、他も添える感じ
って投げる感じで行くと、まあ映像のようなスライダーが投げれるんですよね。はい、まずはこう変化するのをまあ実感してもらって、これからまあ 18.44 で投げてもらって、自分がどれぐらい曲がるのかスライダーというのを理解した上で作っていけるように、こうストライクを入れていくようなボールとかね、どこで離すとかイメージしながらやっていくといいのかなと思いますけど、僕がスライダーを投げるときは、まあ、握りはとか曲げ方的には一緒なので、まあ教わったもので、で基本的にインコースに投げることはあんましないんですよ僕は。外で逃げていくようなイメージで、そこまで大きく曲がるわけでもないので、真ん中めがけて投げて、僕の場合は投げた時にほんと、まあ、前で離すのはもちろん一緒のことで、で、最後の押し込みを右バッターでいうとアウトコースの方に流れていくイメージで投げてます。なるほど。それで何、三振取るんですか、ストライク取るんですか、それともなんか振らすんですか。大体追い込んでからの勝負球みたいな感じで、まあ、ミスリ球にも使えますし、おスライダー持ってるんだとか、はい、正直俺が今やってる鬼スライダーっていうね、お名前の変化球は、はい、ストライクを取りに行くのもできる、三振も取れる、見せ球にもなる、そういうボールなんですよ。なのでできればその三振取りに行くだけじゃなくて、ストライク入れに行くボールとしても使ってほしい。なるほど。あとはもう本当に指先のこのひねりはこう一緒ですよ、ひねりというか押し込みは一緒ですよ。腕の振りだけちょっと変えるだけで球種っていうんですか、そのものが変わってくるんですよ、変化が、うん、いろんなこの、ね、球種の種類になる、はい、と俺は思ってるんで、親指を横に持ってくる、ここ、まあ、こういうふう、まあ、手こうするじゃないですか、普通にこのままこう持ってくるだけです。ストレートはこうじゃないですか、でしょ、ストレートはこうですけど、鬼スラはこう、こういう感じ、 OK ですか、わかりますか、こうね、こうストレート、親指の位置ね、親指の位置、スライダーってなったら、スライダーってなったらこう、こういうイメージ、ストレートはこう離すでしょ、スライダーこう、これで投げると、まあ多分これ最初多分みんなやりづらいと思うんですけど、ある程度こういい位置があるんです、きっと皆さんに合う位置が、そこをちょっと捕まえてもらって、そこで投げていくと、で必ず前、自分とこの自分がこう投げるこの位置、まっすぐの位置で投げると、絶対この体重移動してる最中に離しちゃうと絶対曲がんないです。抜けますし、ね、そう、必ず力の入れどころ、タイミングだけなんで、あとはここでこの辺で投げると、はい、投げると、クワッと、もうストレート以上に投げる、強くクッと出てくる、指先もクッと押すよ、そしたら間違いなく投げれます。もうあの動画で多分相当コメント来てますけど、あの三振バンバン取れましたとか、なんかエースになっちゃいましたとか、ぜひともやってみてほしいなと思います。はい、というわけで本日は、翔平 TV の鬼スライダーの握り投げ方をご紹介しました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。スライダーやった皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たんです。マジいつの間に、まあ、さらっと話してだってよ、だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、もう右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃ケース、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな、2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから、まあそうですね、うん、気持ちだから、ぜひちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、全然どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの
投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい、で、期間は、まあ、気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあ、そのインスタでも、まあ、そうですね、発表ね、当選者この方です、はい、と、本日の動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちらありがとうございました。これ、はい、HS プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラス、モンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したら、プレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。君だ。